出入り口部分近営改修前の駅舎上川駅は、北海道上川郡上川町中央町にある、北海道旅客鉄道赤北本線の駅、駅番号は A43、電報略号はみわ、事務官コードは122,508、上川町の代表駅、大雪山国立公園の総文京温泉方面への玄関口でもあり、特急、おほうつく、大雪、 特別快速、北目を含めたすべての旅客列車が停車する。1977年の上川駅と、周囲約11.5キロメートル範囲、右が遠軽方面、駅裏朝日川方に、転車台の残る、車庫線を有する。その裏側に、営林所の土場が広がっているが、総文京森林鉄道が接続していたのは、 右下縁がる方のカーブの外側に残る土場の型であった。本線のカーブと土場との間に、左から右へ接線上に軌道跡が細道となって残っている。国土交通省国土画像情報をもとに、作成鉄道開通と愛別村からの分尊問題がほぼ同時であった大正10年頃、国鉄側は当初、石狩止め編渋駅と計画していたとされるが、 長すぎるのとすでに、ルベシベ駅があることから新名称を地元で検討した結果、石狩川の上流であることから、上川村及び上川駅とする案が決定し、国鉄側もそれに従った。なお、アイヌモのペニウングルコタンとの関連性が挙げられることがあるが、あくまでこれは偶然の結果であるとしている。二面三線の短式、島式複合ホームの地上駅である。 古戦橋で連絡している1番乗り場と3番乗り場は折り返しが可能。特急、おほうつく特別快速、北見は駅舎に面した1番乗り場を使用する社員配置駅。緑の窓口設置。早朝と夕方以降は無人となるが、運転扱いの駅員は終日配置される。自動券売機が設置されていたが、駅舎改装時に撤去されている。 コインロッカーは設置されておらず、緑の窓口で手荷物一時預かりを行う。かつては、校内の明石校内食堂で調理された駅弁が、校内やホームで立ち売りされており、近隣の養殖場のニジマスやヤマメを使用したニジマス姿寿司や山マ寿司が名物であったが、現在は販売を終了している。なお、校内食堂は、食事どころ角に店名を変えた後に2005年に店を、 駅前に移転しており、食い所証として営業を続けている。道北バスが運行。駅前に位置する森のテラスぬプリに上川営業所を設置。窓口と待合所を備え、案内や都市間バスの予約発券を受け付ける。総運協温泉方面や旭川駅方面へ運行するほか、共同運行会社を含めて北見市、門別市、釧路市、 帯広市方面への都市間バスを運行する。路線詳細は、バス事業者記事を参照。2013年4月1日より、名称を、上川森のテラスバスタッチに変更するとともに、門別市方面のみであった、都市間、バス乗り入れが、遠軽町方面を除く、各路線に増やされた。北海道旅客鉄道石北本線、特別快速、北見東馬駅上川駅白滝駅。 普通アンタロマ駅、篠野名駅、上川駅、天幕駅上、白滝駅、白滝駅。一部、列車は、篠ノノ駅を通過する。打ち消し線は、廃駅、あたり駅、白滝駅間は、在来線の定期旅客列車が運行する路線としては、JR 最長の駅間になっている。ありがとうございます。